昔はもうこれね全部やぶだったけどね。石残ってますか。おお残っとるかね。これは天井石やるけど、どっちに開放しとんのかね。こっちやな。はい、ここも天井しないか。20メートルぐらいのね、ええ風やね。16、15、14という石で入れるんかね。入ってみましょうかね。はい、これ奥まで10メートルぐらいあるんですよ、手前から入ったらね。高さが1メートルぐらいか。よいしょ。この辺が1メートルじゃないからね、ちょっと狭いんだけど、この高さはこれ2メートルぐらいありますよ。ああ、これちゃんと見たら怖いね。ずいぶんかましてあるからね、石をね。はい、長いは無用。ここはね、ちょっとね、1メートルぐらいじゃないからね、大変なんですよ。手前の石がね、ぐーっと盛り上がってるから入るの大変だけど、出入りは。ああ、70センチ80センチじゃないか。それぞれね、高さ2メートルぐらいあるからね。もうこんな切り方。このちょっと石がね、ちょっと、飛び出ますわ。怖いわ。ええ、カラフルで。これもね。ああ、首の下ありますね。ちょっとやっぱりビビりますわ、この興奮は。入り口が狭いからね。出るのが。これが一番小さいか、この中では。それでもまだ入り口がフラットやから。80センチぐらいあるか。まだ入りやすいですね。15分よりも。高さ1メーター5、6センチ、6、1センチぐらいか。これもね、おそらく組み直したら可能性があるね。いっぱいかませ石が多いからね。やっぱ怖いね。ぐらぐらってくると。はい、なる天井石残っとるけど、これは赤でいらんね。おお、綺麗。この組み方綺麗やわ。1メーター40、50ぐらいあるけど、あら、無双で袖が思わへんで、これは。あ、これは天井がないんだ。これは。まあね、奥行き8メーターか7、8メーターあるんだけど。天井石がないか。ああ、なるほどね。ちょっとね、小ぶりは小ぶりだけど。硬そうでやね。こう袖見当たらんかね。ああ、天井石がある。ああ、綺麗に積んでくれてありますよ。ちょっとあの、この石だけがね、飛び出しとるけど、飛び出します、一個だけ。ちょっと古いかな。じゃかなりね、これは成形してますわ。ね、
最初のやつはあんまりしてなかったけど、これちょっと整形してると新しいかな。天井石が2枚乗ってますけどね。これは雰囲気はどうなってんだ。雰囲気は分からんか。山の上やからね。山の上やから何とも言えんか。こうか。あ、これね、もう上上がったほとんどこんなやな。大きな石がいっぱい積んであるんだけどね。ちょっと小ぶりの石室でございますけど、これ残ってますね。天井石がないのがね、ちょっと残念やけど。6世いきます。え、なになに、石化は復元かね。残念。なんだ、復元があったんかね。石棺と木棺が置かれてたの。あ、どっか置いてあるんだよな。どこに置いてあるんだろう。復元でございましたか。片袖かね。はい、高さがあれ、あっこまであるじゃんったら2メートル50以上あったんやろね。はいはい、復元でございましたか。ここを来た時にね、スマホをどっかで落としてないんですよね、帰りに。おお、大きな椅子買ってくれてるかね。さあ、片袖でございましたか。はい、そうでしたか。残念でしたね。一回ありましたけどね、復元でございます。これもあるのかね、これ。ああ、この2基はね、博物館でここから持ってきたんかね。これ観光地だったの。どこあったんだろう、観光地で。これすごいよ、これね。ほら、これかなり後やね、これ。綺麗にね、石削ってくれてるからね。ほれ、大きい。この中では大きい方じゃ、一番大きいんじゃないか、これ。これね、上にね、これに天井石が乗ったらすごいなんでね。これは大きいわ。これどうなんだろう、天井石乗ってたんかね。この大きさはすごいぞ、これ天井石これ乗るんだったら。ただね、この大きさで袖がないというのは珍しいんやけどね。ほとんど袖があるんでね、どういうこっちゃこれ。はいはい、後でな、ちょっといろいろ調べてみましょう。これ気になるね。これもう一回、観光地のどこにあったんだろう、書いてあるのかね。 B 市郡7号本。直径12メートルの円墳。これがちゃんとほら残ってるわね。片袖でございますけど、なるほど、そういうことですか。ということは、いろんな壺とか特殊機材とかそんなやつかね。ここもそうやね、これも。ちょっとわからへんけど。あ、ここにもあるんだ。ここに大きな石室がありました。これ大きいね。これも7、8メートルありますよ。さっきのやつすごかったね。
だからね、この原子砂の方が大きいから、この上の天井石がものすごく大きいのがいるんでね、大変なんですね、作るときは。お、硬さでございます。ね。天井はちょっと小さいやつで、ね、天井石できるけどね。はい、ありがとうございました。電子雲。電子雲か。電子雲を回ってみましょうか。1985年ぐらいだったかね。85年か。6年か。その頃に。あれ、誰やったかな。大阪大学の先生かなんかがね、説明をしてはりましたけどね。その時見た古墳見てみましょうかね。ここの入り口もあるんですよ。ね、もうゴロゴロしてるね、石が。あら、残ってるか。天井石が一個だけ残ってる。反対やな。これはちょっとおかしのおかしいんだけどね。こうやからね、反対向いとるがね、開口がね、これ現実やろ。あれ、北向いとるがね、ちょっとおかしいんだけどね、向き方が。なかなかいいマウンドがそこにあるけど、よしな、ビーシュ天井石がないかね。あれ、それないの。あ、それあるか。もう片方でございますけど、あのビオもなんかね、初めて来ますね。ああ、ここあんねんけど、もうヤブになってますね。もう崩れてるかわからんか。この片方だよ、もう。入れますよ。この石の使い方はね、かませ石が怖いね、これ。大丈夫かいね。1枚、2枚だよ。高さが1メートル20ぐらいしかないんだけど。もうちょっとね、石組みがちょっとね、ちょっと緩くなってるような感じがする。怖っ、怖いわ。これ何古墳か、 B4 古墳、25メートル、高さ27メートル、船道が 5.8メーター、幅 1.5メーター、高さ 1.6メーター、現実の中で最大級、最大の級を誇ります。石棺と木棺4体以上が順に葬られて、金銅製飾り金具、かんざしなど渡来系属色のある遺物が含まれました。6世紀後半。大きいね、最大級。これは明るいったかね。持ってきてないね。こんな大きな石室だと思ってないからね。まあ、すごいやん、これ。あらあら。一律化古墳群を馬鹿にしました。
高さ 3.75m、それぐらいあるか。あら、すごい。これはびっくりしましたね。昔見れてないな、ここな。ちょうどまだ工事中だったからね。これはすごい。天井石が1枚2枚。これはね、最大級。うん、これは大きいわ。何機か入ったけど。ねえ、こんな天井高いのないし。これは大きいで使ってくれてるよ。横も、奥もね、1、2、3段、4段とこか。側席もね、1、2、5段ぐらい。ああ、こんな大きな段階だ。全然違うんだね。何百も来たのに。それこそ何十品もこう上がってきてるのに。昔こっち上がれなかったからな。4号ぐらいだったっけ。D4 号。滞在規模。はい、お風呂行きました。はい、ありがとうございました。これはどうだし、びっくりしたね。小さいんだけどね、大きな天井石が2個乗ってますけど。おもろ、これはおもろいやんか。おそらくもう一個あれ奥に入れなかったかね。結構大きいね。どういうこっちゃこれは。持ち送りであそこ閉めたんかね。そういうことかね。あれ、ここもう埋まってしまったかい。何も残ってない。あそこに石が残ってるか。あらあら、何も埋まへんがな。いや、面白い、この古墳は。サビ屋だわ。ここは展望台。あら、見えるわね。どこ行っても展望台見えへんからな。どこ行っても展望台行ったらね、気がいっぱいで見えないこと多いんだけど。第二展望台、ああよう見れますわ。ジェイシュ群、しかも見えへんよここからな。ちょっとこう。どうのかね、これここじゃないんですか。この石大きいのあんのに違いますのか。なんか大きいぞ。天井石は奥はないか。これ天井石にしては短くていうな。まあ袖は一応ね、袖は作ってありますけど。こう天井石にしてはこっち小さすぎるしな。せっかくからね、何五分ぐらい変えてくれればいいね。ああ、ここも大きいわ。奥行き10メーターぐらいあるか。奥は天井しないのかな。大きい。ほら、使ってくれとるやんか。
天井石は平べったいのが多いんだけどね、使うのは大概。見えんもんはい、ほんなら傾斜を行ってみましょうか。これ傾斜分なのかね。傾斜分なの。まあ小ぶりじゃあるけどね、天井石はないんだけど、はい、傾斜分。ああ崩落しましたか。大きいんやけどね、崩落しましたか。ね、崩落しております。この反対側、これはね、こっちに開口するのか。開口してんのかな。あ、してんだけどね。あら、大きいね、これも。入られませんのか。入ってはいけませんのか。大きいけどね、こういうね、平べったい石が多いんだけどね、天井石は。一個だけ抜けてんだよな、天井石が、これ。あら、大きい。見れませんか。高さも3メートルほどあるからね。これ1個だけ天井石どこ行ったんだろう。外されましたか。大きいですよ、この古墳も。はい、ありがとうございました。石がゴロゴロしとんだけど、ほんまに大きいのが。古墳を作るのに持ってこいの石がね。おお、こっちも古墳だ。大きな古墳があるんだ。ああ、素晴らしい古墳が。入れませんか。この天井石がちょっと外れてるね。これは奥石が外れてるのかな、奥石も。おお、大きいね。入れませんか。はいはい、いいですよ。大きい石使ってくれてるけど、片袖かな、分からんな、これは。両袖かもしれんな。すごいね。ここだいぶ後やね、かなり切ってくれてるからね。これがもう典型的な天井石だね。こんなんが多いんだけどね。はい、ありがとう。ね、これやろ、こっちもそうやな、これ。破壊されてますね、小さいけどね。石ゴロゴロです。天井石もありませんか。破壊されてますか。ああ、袖なしかね。はい、ちょっと小ぶりやけどね。天井石がありません。よっしゃ。ここもあったんだろうな。もう崩れとるけどね。あったんですよ。ほら、ここもね。天井石ないけど。ここもあったんだろうか。これは分からんな。これは何だろ
大きめ石がゴロゴロしてるけどね、ここもそうやろね。これどうも天井石が落ちましたか、これね。こういう感じだったよね。もう崩壊してます、崩壊してます。ここも埋まってますね。あの下まであんねやろ、下からね、天井石が落ちましたか、ね、残念でございますか。これ古墳の上ね、橋がかかってるんだけど、あ、見当たら、見られんかね。ほら、古墳が硬そうだよ。結構大きいんですけどね、ここまでやろう。石図7、8メートルなんだけどね、高さが2メートル以上あるよね。大きに使ってくれてるんだけど、おお、看板初めて見たぞ看板、これ J785分、過去関節石図の石棺は今残っていませんが、遺骨が安置され、死後の世界のため、末期や弾きの灰や、なんて、そういうことですか。大きいね、これも。この、あの、何回も撮ったんだけど、全然こんな見てへんねんな。こんな大きくなったのかいね。知らんがね。いやいや、恐れ入りました。見てへんないんだわ。これも、天井石残っとるやね、これ。全部天井石なんか残ってないっていうようなこと言ってたらね、嘘でした。残ってました。大きいですよ、これね。高さが2メーター以上あるし、片袖で、これは石図が10メーター近くあるかもしれんな。ちょっと入られんか。入られませんか。見えたけど。ほら、これもすごい。これはどっちがどっちだ。わからんな。やっぱりこっちか。こっちが南やな。ここやな。もう天井石が2個、ちょっとね、わからんでもないか。こっちがね、こっちが奥や。はい、もうちょっと崩れてるね。ああ、大変。これ持ってくるだけでも。大変でございます。ああ、崩れてますか。残念でございますが、おお、これも崩れてますか。崩れてるし残ってないね。ここにね、人が歩いてるということはね、おそらく石図があるんだわ。あ、ここもあるんだわ。もうね、なくなってんだよわ。マウンド見当たらんかね、見当たらんね。この辺はもう全部ね、崩壊しましたか。残念でございますね、崩壊しました。ここにある。もう、ここも全部ね、天井石は外れそうだね。ねえ、せっかくなのにね、はい、破壊されましたが。これ、アイシ軍かね。アイシ軍の5号墳、7号墳。どっちが5号墳だろう。この下でございます。これちょっと小ぶりでございますな。一応皆向いとるかね、向いとるね。はい、小ぶりやけど。それから、こっちの方か。天井石もないか。
とわからんな、これはどうなってんだ。こっちが原質、まあね、石がないからわからんな、原質やな。ああなるほど、両方で。これは天井石かもしれんな。6、7メーターぐらいあるか。こう なかなかいいんだけど、これね。はい、ここは博物館でございます。はい、ありがとうございます。ほら、開いてますよ、これ。大きな石。お、タコ。これを見たのかな。当時ね、いろんな説明聞いたんだけど、ここ入れるようになってるな。大きな。これ、これはすごいわ。当時、これを説明を聞いた可能性が強いね。あの辺から上がってきてね、大体10メーターから20メーターぐらいのやつがほとんど、あの塩粉が多いっていうの話してはったんだけど、その当時ね、今から35年かやそこら以上前ぐらいの時の話だけど、これ説明いろいろ聞いたけど覚えとらんけど、お、大きいわ、高っ。3メーターありますよ、これね。で、土砂が向こうはちょっとね、これどうなってんだ。こっちが開口やから、これ開口部かな。ちょっとね、あの石を見ると落ちたかな。あれ大きな石落ちてるやろ。あっちが後ろやな。かなり大きな石ってことくれとんだけど、説明中入ったかな。いや、中に入ってないな。なんか長いこと説明しちゃいました、いろんな説明を。渡来人が作った墓やろとかね、なんか鍋釜が出てきたとか、そんなこと言いたなかったけど、記憶によると、これ大きいでしょ。これ大きいわ。これだから後ろなんだよな。やっぱあっちが前やな。向こう開口部やな。ああ、だいぶだからこう手前が埋まってんだ。天井石が2枚。そういうことやね。だから高さ下から言うと随分高いぞ、これね。あれのもっと下やろうから、これ2段3段目ぐらいするとどうやろう、3メーターぐらいあるかもしれんな。3メーターぐらいあるかもしれんね。あっちの方が空いとんだけど、本当はね。崩れてました、ここは。崩れてました。残念。これも大きなね、見た感じ、塩粉やけど。崩れましたか。じゃあ、これとあれやったかもしれんね。